90式鉄棒90式鉄棒は、1930年前後に開発、採用された大日本帝国陸軍のヘルメット。92式重機関銃の射手は、鉄棒服を付し、装填手は元の状態の90式鉄棒を着用している。偽装網を付し草木を挟んだ90式鉄棒1930年頃に陸軍に正式採用された。陸軍は1920年代中頃からヘルメットの開発をはじめ、本品の採用以前にはフランス軍、イギリス軍、ドイツ軍のヘルメットを参考にしたものや、ひさし部分が長く頭頂部に花形の覆いがつく通称、桜形など多種多様な形状のものを試作。使用していた。なお、正式当時は、ヘルメットは兵器区分であり、正式名称を鉄兜としていたが、1932年4月28日の陸広し第2748号にて、防毒面などと、ともども被服区分に移行となり、合わせて名称も鉄棒に改称されている。なお、自衛隊におけるヘルメットの正式名称は、帝国陸軍と同じ。鉄棒となっている。1938年頃には、小銃弾への耐久性を強化した後継の98式鉄棒が正式となるが、普及数の差から本品は太平洋戦争敗戦に至るまで、日本軍の主力ヘルメットとして使用された。また本ヘルメットの形状を模した民間用ヘルメットも市販されていたが、後者には鋳鉄やアルミニウム合金など様々な材質の製品が混在し、品質もまちまちであった。日中戦争後の中国大陸では大量に六角され、特に中国人民解放軍は1980年代まで使用していた。棒体は前後にやや長く、裾は少し広がっている。前後と左右はそれぞれほぼ対称型で、肥大形式をなし、また鋼材としてクロムモリブデン鋼を使用していた。この鋼材は硬質ゆえに、銃弾や破片の着弾時に割れやすく、あえて割れることで衝撃を吸収して、着用者の頭部を保護することを基としたものであった。特殊鋼板の厚さは 1mm、重さは約 1kg、頭頂付近の左右2カ所、計4カ所に小さな通気穴が開いており、陸軍用は鉄製の製章が、海軍用には鉄製内子塗装の碇と桜が帽章として前面につく。内装は革張りで棒体との間には麻袋のクッションがついた。頭部と固定する顎紐にはバックル式ベルトではなく平打ち紐が使われ、古来の兜の糸口のように結んで使われた。サイズは大号と小号の2種類。大号は全高 153mm、全幅 236mm、全長 280mm、小号は全高 150mm、全幅 234mm、全長 268mm であった。着用の際には先に略帽をかぶり、その上から鉄棒を被るのが一般的とされた。続品として太陽光による棒体の焼けを防ぐための鉄棒服や草木の枝などを差しカモフラージュするための偽装網がある。ネッジ向けに採用された98式防雨予防は単独で用いるほか、内装の平紐を緩めることで、90式以降の鉄棒の上に重ねて、鉄棒を覆いとすることもできた。耐久性、編集90式鉄棒は諸外国のスチールヘルメットと同様に、手榴弾や砲弾の破片を防ぐよう構想されており、小銃弾の直撃に対抗することは、防御性能上目的としなかった。第一次上海事変において、第9師団が使用し、被弾した鉄棒を検査した結果、300個中 45% が貫通、55% が貫通していなかった。この調査では90式鉄棒は、高度が大きいものの人性は乏しく、小銃弾の衝撃に対し弱いことが指摘された。高威力の 7.7mm 小銃弾の直撃に対しては、射距離1000メートルから貫徹された。これらを踏まえ、より防御力を向上させたものが98式鉄棒である。なお、名称変更以降も、鉄兜は俗称として残った。新道。新道、解放南期敗退日本、兜こと新装人気嘘。2019年6月7日閲覧。ハットごと非常。開放な二容器敗退的日本株と、こと真相、人つくねで1話霊感。2019年6月7日閲覧、ありがとうございます。